自信はあるですね、自信は。一応プロなので。キュウリ栽培で一番大事にしているのはやっぱり鮮度の保持。まあ消費者に新鮮なうちに届けるというふうな考え方を持っております。だんだん暑くなって30度を超えるような時期になりますと鮮度が落ちますので、まあ、予冷庫を活用したり鮮度を保っているというふうな思いをしております。最近若い農家を希望する方が徐々に増えてきておりまして、キュウリは収穫始めると休みはありません。風邪ひこうが熱が出ようが休みはないですよということは教えました。最初に、絶対休めない。一日収穫しないとなってるキュウリがみんな腕ぐらいになる。だともうこのぐらい終わると根っこが老化してまず1週間で終わりだね。やっぱり数字で表せないのが農業なので、缶とか毎年気象条件も違いますし、毎年チャレンジの気持ちで、作物作りに当たっている。若い人にもそこらを勉強してほしいな。する数ではできないので、絶対に。今のキュウリは、ものすごく鮮度が良くて歯触り良くていい味のキュウリですので、香りもいいし、ぜひ食べてください。美味しいです。震災自慢山形。